現在 Udemy にコースを作ることに取り組んでいるわけですけれども、 Udemy の一つの動画って5分くらいでいいんですよね。現在Udemy に講師になるためのその学びの足跡をブログの記事にしているところです。10年ブログのとても良いコンテンツですね、学びの跡っていうのはね。で実際に今それをやっていて、Udemy のコースを計画する、Udemy 講座を作るまでの道4ということで、先日ブログの記事に書いたところです。投稿する動画もですね、現在3本までできていて、4本目を今鋭意制作中ということになっています。作り方はですね、もう非常に簡単で、YouTube ライブで、実際に収録ですね、公開収録をすると。でその時に同時にレコーディングもしておいて、後からその部分を切り取って編集をして、Udemy 用の動画にするという形ですね。非常にはかどりますね、そのやり方だったら。で Udemy はですね、数十本の動画を先に作っておいて、あと一括アップロードするという機能があるんですよね。でも僕はちまちまとね、少しずつ進めていく方っていうのが僕は合ってるんですよ。で1個投稿し、できたら投稿しみたいなね、そういう米粒を一個一個拾っていくっていうようなやり方が合っているので、できたものを1本ずつ投稿しようとしているんです。でそこでですね、先日1本まず投稿してみようと思ったんですね。で Udemy はですね、本当に丁寧で一つ一つのステップにもう解説動画とかノートとかがあって、初めての人が学びながら進めていけるというような仕組みになってるんですよね。とってもね、分かりやすいんですが、投稿するためのページもステップごとに細かく解説をしてありました。でそこにですね、こんなことが書いてあったんですね。動画一本一本の長さっていうのは基本的には2分から7分ぐらいがいいよということ、それから一つのコースにはですね、最低5本の動画とか資料とかのレクチャーを入れること、そして一つのコースは最低30分以上であることというね、こういうことが書いてあったんです。でちょっと目を見開く思いだったんですよね。5本でいいんですかと、1コース5本でいいんですかということですね。でそれも動画2分から7分でいいんですかということで、ちょっとびっくりしたんですよね。で、1本7分だったら、5本で35分なので、講座動画の1本7分で撮ったとしたら、5本撮ればもう最低の時間数である30分というのはもうクリアできるわけですね。なので非常に余裕で1本のコースを作れるということなんですね。めちゃくちゃ簡単だったんですね。なんでね、一つの動画が7分までみたいに書いてあるかというと、集中できる時間っていうのはそのくらいだからということなんですね。ところが僕がこれまでに貯めた3本の動画っていうのはどれも10分以上なんですよ。で現在鋭意作成中の動画4本目はね、なんと30分を超えてるんですね。かなりね、密に公開収録の時喋ったんでね、いくらその間の「え」とか「とかね、無言のところとかをカットしていっても30分から減らないんですよね。ででもね、そうは言っても学ぼうと思ってお金を出して買う人だからね、30分でも当然聞くだろうと僕は思っているわけですよね。僕だって聞きますもん。1時間あっても聞きますもんね、お金出して買った動画っていうのはね。だからいいだろうと思ってたら、7分ぐらいでやれよというふうに書いてあるわけですね、Udemyの方にね。お前力入りすぎだよってなんか言われてるような気がしましたね。お金をねいただくことになるわけなんで、しっかり手を入れて時間も込めてね、やらなきゃというふうに当然思うのは大事なんですけれども、かといってですね、やっぱ力の入れすぎっていうのは良くなくてね、頑張っていいものを作ろうとするあまりに手が止まってしまってはやっぱいけないわけですよね。なので大事にね、丁寧にしっかり作り込もうという気持ちはとても大切だけれども、もう少し気楽にやっていいんだぞと言われているような気がしましたね。なんでちょっとまあそこから考えるとですね、今作ってる動画30分というのはやはりやりすぎかなということで、もう作り直そうかなと思っているところですね。で現在そのコース自体も40本以上の動画から作るようなつもりにしてたんですよ。1本10分以上で、40分だから400分、7時間近いですね動画コースなら、堂々とね、高額で売れるだろうというつもりでやってはいたんですけど、ちょっと今回改めようと思ってね、コースの中身をもう一度精査して、整理してですね、40本の動画っていうところまではなくてもせいぜい20本ぐらいで、収めるような感じで、とにかくまず出してみるという経験をね、しようかなというふうに思いますね。もう本当何でもそうですけど、最初の時っていうのは力入れてしまいますよね。初めての Kindle 出版をした時は10万字書きましたからね。12万字ですね。新書版にして4冊分ぐらい書いたような計算をちょっとしたんですけど、おまけに7年かかりましたしね、あの時はね。その電子書籍ならね、10万5千字から2万字程度でいいんだよということを知ったのはですね、4冊くらい書いた後でしたね。なので2万字くらいで原稿にしていって、ワードでは最終的に4万字ぐらいに増えるんですけど、それでも月1冊書けるようになったということです。で今回も同じでね、同じことをUdemyでもやろうとしていたというわけですね。対策作ろうとしすぎというとこですね。10分の動画を40本以上作ろうとしてたっていうのは、これは2作目とかね、3作目とかでいいかなというように思いましたね。自分が作る最初のコースということで、本当に対策を作ろうと思ってきたわけです。それよりもまずざっくり1本経験としてね、作ってみるということをやってみる必要があるなと思い直しました。僕はこのUdemyでは最終的には1月に1コースを量産できるようになっていきたいと思ってるんです。でそれでいけるのならですね、5分程度の長さの動画だったら15日間で収録します。そして残り2週間で、解説を書いたりサムネイルを作ったりとかいうような準備をして投稿という、そういうペースでやっていこうと思ってます。でこれで、1時間ちょっとのコース、これが毎月作れるということになります。で僕これもうすでにやってるんですよね。もう3年前コーチングチャンネルで1本10本のコーチング動画を50本撮って投稿しています。仕事を終えて帰ってくると、そのまま着替えもせずに最初から設置してあるカメラとマイクの前に立って、でスイッチをピッと入れてずっと喋ると、で10分喋って30分で編集して投稿ということを50日繰り返しました。それに比べればですね、Udemy簡単すぎです。もちろん内容はしっかりと作り込まないといけないんですよね。内容はしっかりと作り込まないといけないんですけども、やること自体は簡単すぎますね。なんでYouTube で50本のコーチング動画を経験しておいたっていうことが、このUdemyでものすごく役立ちます。Udemyをゴールにするなら YouTube 必須ですね。そこで出してきた内容の構成とか、声を出す経験とか、資料を作ることとか、そういったですねスキルとか知識とかが最終的にUdemyのコース作りというコンテンツ作りにとって非常に大切なスキルとなっていくからですね。はい、ということで当初僕は8月に最初のコースを出すという目標を立てたんですけれども、その実現に大きく近づいたなと思います。ということでね、Udemyの講座作りを加速させていきたいなと思っているところです。並行してですね、7月本もやってるんですよ。7月本来週出版なんですよね。ついこの間6月本のノーションのね本を出したと思ったら、もう来週次の本出版ということで、本当に早いですね、月日が流れるのはね。で今回の内容はもう私自身初のコンテンツクリエイターに関する本です。仮の題は50歳からのコンテンツクリエイター入門、あなたのコンテンツが老後のあなたを豊かにするということで、このスタイフでも2本目までそれを話しているもので、これも全部スタイフの中で喋ってですね、それも後に全部ダウンロードして音声ファイルにしてオーディオブックにしようかなというふうに思っているということで、1個何かやったら使い回しというそういうことでですね、やっていこうかと思っています。この本ですね、実を言うとドライブしながらシリーに60分ぐらいずっと喋りかけて一気に6章まで書いた本なんですよね。本当にね、慣れてきたらこういうことっていうのは簡単にできちゃうんですよ、 Kindle 本っていうのはね。はい、でもうすでにもうワードに移して、残りの10章も書いてですね、あともう現在 Kindle アプリで構成中ということになっています。はい、これもね、週末に終えて、ということで現在も僕の取り組みというのはですね、メルマガを週に3本出すということが非常に大事な取り組みになってて、でそれに合わせてそのメルマガの内容をこうやって音声配信でも喋るということですね。でそれとですね、あとこの Kindle の出版、毎月出版、これもあと7、8、9と3ヶ月で1年間達成ということになりますし、で Udemy ですね、この3つが今僕の中でのものすごく大きな取り組みということになっています。ブログは当然書いてて、もうこれはもうルーチン化しているので、朝ブログで、10年ブログも収益化のためのブログも書いているというような状況になっていきます。この夏もですね、また忙しくなりそうだなと思います。それではまた。